ただいま。おかえり、パパ。正式な保護の場所が決まるまで、とりあえずうちでってことになってな。宿泊だ。はい。この宿泊喋ってる。おい、話せって。よろしくね、宿泊。どうしたの？何が？宿泊。ちょっと。あら、本当。俺は誇り高い一尾様だ。ぬいぐるみでもペットでもねえぞ。一尾から九尾まで、それぞれ尻尾の数に合わせてな。玉じゃねえのさ。いや、弦になってるじゃねえか、お前。父ちゃんのすげえ力は、クラマのチャクラがすげえからってのもあんだよな。キツネさん、パパの中にいるなら会ってみたいな。ま、キツネ野郎の人間嫌いは筋金入りだからな。ごめんな、ひまわり。それに父ちゃんこいつと一緒に今からちょっと話。こうやって集まるのは久しぶりだな。みんな、大筒木たちにやられた傷はもういいのか？へへ、バッチリや。けどここに出てこねえ奴らもちらほらいるみてえだぜ。人間に保護されるだの言われても、すぐ素直に卑怯な奴は少ないやよ。まあ、おめえがどうしてもっつうなら別だがな、ナルト。ところで一味のやつはどうした？不明のさ、今のなりをみんなにからかわれるのが分かってるからな。お前もすっかり親の顔だな、ナルト。いや、火影の就任式の時さ。それにあれはお前がちゃんと避けないからだ。キツネをギャクンと言わせただと？このガキが。みんなで出かけんの久しぶりだな。悶絶させたって時の詳しい話を聞くチャンスかもしれないしな。おい待てよ、暇。これなんだからな。疲れてるんだから寝かせといてあげようよ。とにこいつがあの狐をギャフンと言わせたのか。お前にしかできない秘密の任務だ。任務？じゃあ私ちょっとトイレ行ってくるね。うん、行こうぜ。うん。寝てるけど、私もその時に何があったかよく覚えてないんだ。宿泊楽しくないの？もう年からしばらく一人にさせろ。俺は寝る。お、ひまわり。あれ、宿泊は？眠くなってきやがったぜ。誰だ、こんなとこにでかいゴミ捨てたのは。捕まなかったですか？ああ、それなら処分品として運び出したよ。お兄ちゃん見て。さあ、母ちゃんの白眼があれば。なんだ？あれ？おお！宿泊、よかった。ああ、よくわかんねえけど、こいつやっぱすごいのか。今日はアカデミー一日体験会によく来てくれましたね。アカデミー一日体験の始まりです。みんな頑張ってくださいね。私は渦巻ひまわりです。おかげは私のお父さんだよ。よし、
これから3人にはアカデミーの授業をいろいろと体験してもらうぞ。ここは身体能力を確認するための訓練場だ。スタート。やるじゃねえか。エホー君もね。ひまわりちゃんすごい。一番だったね。これは競争ではないと言ったろ。しかし二人とも結構修行を積んでいるようだな。これはできるかな。よし。難しいよ。エホー君もすごいけど、ひまわりちゃん手裏剣術もできるなんてすごいね。もちろんお前も忍びになるんだろ。え、まだ何も決めてないよ。マジかよ。こんなやつに俺は負けたのか。俺は忍びになるって決めてこの体験会に来たんだ。エホー君すごいね。もう忍びになるって決めてるなんて。ペットの猫探し？危険を感じたり任務続行が無理だと判断した場合に使ってください。これを使ったら任務は失敗、終わりってことか。どうやって探せばいいんだろう。確かに広すぎるよな。私も将来忍びになるって決めてるから。あ、探す気がねえなら帰れよ。うわと使おうとしたな。もう忍びとして適性があるかどうか見られてるはずなんだ。それを邪魔すんなよ。ユイナ、俺ら二人で行くぞ。でもいいから来いよ。いやー、スリーマンセルがバラバラになってしまったね。この体験会はね、何も決めていなくたって参加していいんだよ。そういう人に考えるきっかけを与えるための体験会でもあるんだよ。わかりました。私最後まで参加してみます。さすがナルトの娘だ。あいつのど根性を受け継いでるようだね。諦めないってのは大事ってことだ。それじゃあ行ってきます。あ、気をつけてな。やっと見つけたな。これで任務成功だ。やった。よし、これで。うわ、二人はどこ。ひまわりちゃんがいたらこんなことには。俺のせいだって言いたいのかよ。二人とも大丈夫。待ってて、今何か登れるものを探してくるから。待て、もう任務は失敗なんだよ。でも助かるチャンス。うっさい、めんどくせえ。これで終わりだ。本当に諦めるの？うん、それに忍びになるって決めてるんでしょ。なのにここで諦めるの？だったら諦めちゃダメだよ。3人で力を合わせれば必ずできる。そうかもしれないけど。せーの、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 せーの。やったね、二人とも。気が済むまで何発でも殴ってくれ。え？さあガツンと。助けようかとも思ったけど成功させちゃったわね。今日は本当によく頑張りました。お疲れ様でした。忍びって楽しいね。じゃあ忍びになるって決めたのか？もっといろいろな仕事を知りたい。忍び以外にも何ができるのかもっと考えてみたいの。そうね、ひまわりには何が向いているのかしらね。